はい、お待たせしました。帰ってまいりました。多分ボス戦間違いないので、ちょっと整えていきます。と言ってもほぼ問題ないかな。レビテトで浮くだけ浮いときますか。一応対策としてこれぐらいでしょう。よし、行きます。まあ、セーブ近いんで、あ、おっと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 、ここまでだ。この先の無の封じられた空間には行かせん。出た出た。出た、こいつや。こいつっす。おまわりさん、こいつです。ギガフレアのやつです、こいつ。多分ギガフレアのやつです。途中でギガフレア溜め始めると思うんで、撃たれる間直前で溜め始めよったら、多分斬鉄剣で振り抜けると思います。どうしな、地味にあのダメージ打っとしな。ほら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 、痛いか。やばいやばいやばい、マジかよ、マジか。サンゴの指輪か。倒しきれるなんてことは絶対ないよな。一回らするか。クルルですね、一回らするとしたら。ちょっと諦めモードです。無理や、これは無理。ちょっとサンゴサンゴサンゴ取ってこないと。まあ、中国漁船ちゃうねんからもう。サンゴがいんねん、サンゴが。まあ、こんな時のためにセーブやからね。あれですよ、一応ね、今言っときますけど、この全力とは程遠いですからね、このジョブ。勝てると踏んでます。サンゴつけたら絶対勝てますよね。というか、全力で行くならば全員モノマネしに変えますんで、それが本当の全力です。今ちょっと絶望を感じるような辛さではなかった、はっきり言って。まあ正直余裕ですわ。多分勝てると思う。次はでも面白いですね。向こうはあの大解消やってきようにもかかわらず、こっちが、大解消ね、タイダルウェーブやってきようにもかかわらず、大解消やったら5000ダメージ食らうっていう、わけわからんな、あいつ。レビテトは必要なかった代わりに、サンゴが必要でしたね。サンゴ5つもあるから、余裕やで。これで、タイダルウェーブ完全吸収できるんで、相当余裕出ると思いますよ。よし、行こう。問題はだからギガフレア。そこのタイミングでうまく斬鉄剣決めれるかどうか。違う。クイックマジック。やばい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 、やりすぎ。早すぎ。年収低すぎ。やめてもほんまに。スローもどっかで決めたいな。攻撃も強そうだから、ゴーレムも絶対必要だと思いますし、
まずはちょっと守りを固める方向でいきますか。盗む。おう。うわ、マジか。こんな広範囲にわたっていけんの。マインドブラスト。はい。どうなった。何持っとんね。ええもん持ってそうっすけどね。やめとこうか。勝ちに行きますか。よし。7000円ぐらい入ったかな。メガフレア。くー。メガフレア撃てたん、あなた。ギガフレアだけじゃなくてメガフレアも撃てたんや。くっ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 。つい。フェニロ、フェニロ。レナさえフェニっとけばなんとかなりますから。ほら。うわ、強いな、結構。全員モノマネして行った方がいいかな。よし、ラッキー。回復。結構ギガフレアのためにパワーアップ。来た、来た、来た。早ない?めちゃくちゃ早い。待って、早いわ。いや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 、早い。ギガフレアのためパワーアップしてから早すぎると思うねんけど。うわー、ショッキング。ショッキングです。わかったわかった。じゃあ、わかったわかった。カーバンクルしときましょう。セル、セル、セルかけてカーバンクルや。ね。ちょっと、ああ、しまった。ちょっとあいつ私を怒らせたようですね。私を怒らせたようだな。許さん。よし、ちょ、全力いきます。ここに来てまさかの全力。ギガフレアがあんな早く来ると思ってなかった。あのタイミングで多分斬鉄剣ぶつ込めば入るはずなんですけど、まさかあんな行動が早いとは思わなかった。これは完全に僕の誤算でした。つうことで、楽しいね。こういう敵は楽しい。よし。さあ、久しぶりに全力見せますか。久しぶりにというか、初めて全力見せますか。魔法剣いらんけど。ほとんどいらないですけどね。何がいい?アイテムか。あれ?あれおかしいぞ。剣装備ができない。アビリつけなあかんのか。これでいこう。なんや、ちょっとショック。できると思ってたのに。まあいいや。これでいきます。で、こいつはこれでいいし。
これでいいか。この子は、そうやな、まあこれでいいか。軸、そうやな。いや、これでいきます。勇者だけモノマネ師になって、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。モノマネ師2098でしょ。もしかしてやけど、これツッピンの方が強いか。ツッピンの方が強い可能性もある。攻撃238。リボンは装備、リボン装備できんのか。ツッピンならいけるのか。ちょっと待ってくださいね。変わらんな。よし。すいません、何回も変えて。じゃあこれでいきます。魔法剣と剣装備。でミラージュベストのサンゴ。あとはサンゴ。もうちょっとサンゴのね、あれやってきてくれたらもっと良かったですけど。よっしゃ。はい。はい。はい。おいしょ。あいや、ないしょ。おいよ。よいしょ。これが本気。めちゃくちゃ強いでしょ。めちゃくちゃ強いです。まあ、実際、ホーリーの特攻が効いてますから、あんな感じになってますけど。エクスカリバーがよく入ってますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ホーリー剣やれたらもっといいんでしょうけどね。追い込む前に、追い込む前にちょっと、カラーパンクでやっとかないやばいですけど。リフレクやっとくか、誰かに。カーバンクル入れて。多分跳ね返せると思うんで、ギガフレアに関しては。ピックマジックでホーリーぶち込みます。多分ホーリーが引くはず。5000ぐらい。シャオ、よしよし、準備かな。準備入ったか。リフレックが切れてるよ。大丈夫。はい、よいしょ。3500×4 ぐらいですか。軽く1万はオーバーしてますね。倒した。準備前に倒した。よし。これぞモノマネし。やる。はい。さあ、ちょっとこの実力の片鱗を見せましたね。これが文句をマスターしてたらもっと強いから。文句マスターしてたらもっと強いですからね。よっしゃ。さあ、それでは先を急ぎましょうか。ちょっと実力の片鱗を見せたところで。サンゴの指輪のままですけど。まあいいでしょう。行きます。
当分ボス出ないでしょ。こんだけ連戦したんやから。なんか懐かしいな、こいつら。えらい懐かしいやつ出てきたな。弱いぞ。どないしたんや。まあ、もちろんちゃんとね、丁寧に扱いますけど。ガジェラガジェリなんてめっちゃ懐かしいやつです。思えばあそこでめっちゃレベルアップ頑張ったな。レベルアップ頑張ってそのデータが消えたりしたな。よし来た。最終ダンジョンです。おったおったおった。ギルガメシナイトがいました。伝説の番組ギルガメシナイトがあんなとこにいましたよ。よっしゃ。キングベヒーモス。もうこの辺からザコもやばいな。嘘やろ。嘘やろおい。寝てを使えんの。やっば。倒しきるしかないね。マジか。ちょっと待って、お願い耐えて。最悪や最悪や。マジか。雑魚に一閃された。何あれ、カウンターでメテオ撃ってこられてんのか。マジかよ、またか。くー、なんやねー。対策がわからん。カーバンクルか。カーバンクルでメテオ跳ね返したらまあ余裕か。いやーきついなー。ショックが、かなりショックです。あいつせっかく倒したのに。ファリスがゾンビ化した。見た目では全くわからんけどゾンビ化した。あーショッキング。マジか。マジか。わかりました、わかりました。まあまあまあ、カーバンクル使っていきますわ。ボスとして扱うしかないな。ショックがでかくて言葉が、くそ悔しい、むちゃくちゃ悔しい。魔法剣いらんのよね。魔法剣いらん代わりに両手持ちでいきます。でエクスカリバーを持たせていきます。これでさらにさっきよりもダメージが入るはず。かなり余裕を持って戦えるはずです。
メテオってリフレイク効くのかな。それが若干心配ではあるんですけどね。大丈夫かな。さっきと同じやり方で一気に倒しちゃいます。はい、1万6000オーバーですか。1万7000ぐらい、とんでもないダメージ与えてます。さあ、いけー、はい、よいしょ、おら、どうなの、どうなの、苦しいんじゃないの、一瞬で決めたるぞ。クイックマジック。まだグングにいる。いや余裕でしたね。ちょっとこのままでいきますね。ちょっと勇者このままで、ここはもうたやすい、ここはたやすいんやけど、キングベヒモスどうするかな。セーブポイント見つけるまではテレポで逃げても正直いいですけど、ちょっと悔しい思いもある。メテオ対策な。あ、難しいっすね。出た。これでメテオ打ってキョルとしたらもう全部カウンターってことなんで大丈夫か。マジで全力でいくしかないか。魔法があかんかったんかな。魔法があかんかった恐れも十分にある。魔法のカウンターでメテオなのかもしれないんですよね。今打撃やったらカウンター打撃でしたもんね。ほら絶対そうやな。わかりましたね。これでわかりました。多分これやったら打撃が来ると思います。そんな強くない。くーきついね。でもまだゴーレムやっといて勇者でぶち込んでいく感じかな。対策としては召喚も魔法扱いになるってことですね。 OK、 わかりました。了解しました。さあギルガメッシュかな。こいつは多分そんな強くないんで、出たな化け物。え、化け物ちゃうぞ。間違えとる間違えとる。えい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 。盗んどかないとダメなんで。勇者、お勇者じゃねえか。そうならそうって言えよ。ここの化け物はおっかねしとかキングベイモスとかと戦っとったんや。出口は見つからねえし俺も泣きそうだよ。次元の狭間に送られます。だからね。ところでお前らどこから来た？カクカクスカスカ。なるほど。これで帰れるぞ。どうだい？5人で脱出ってのは。てんてんてん。
そうか、そうだよな。生きてたらまた会おうぜ。あれ？逃げようのかな？いや、また会える気がするぜ。その時は俺も仲間。なんでもねえよ。しまった、盗めなかった。アバよ。しまった。一応、源氏シリーズ、盗むタイミングとしてはここやったんですけど、盗めんかった。まあ、いいっすわ。使ってないもん、源氏シリーズ全然。どっか行きよった。多分ね、ここで盗んどかないと、攻撃入れる前に盗んどかないとダメなんですけど、まあ別にいいや。よし。実際全然使ってないということに気づきましたんで。おい、おい。ゴーキマイラ、うわ、つえー。もうこの辺からは毎回修羅場になってきますんで。セーブできるまでは、もうちょっとで多分セーブポイントあったと思うんですけどね。とりあえずセーブさせてほしい。ほっ。苦しくなってきたな。ね、その宝箱ね、どうやったらこういう感じなんですよ。雰囲気はちょっと開けないです。あかんやつの可能性が非常に高い。あれやったかな、なんかね、ああいう感じの、それか、そっちかな、そっちっぽいな。あ、これや、多分これや。あかんやつです、あれ。あかんやつです。開けたらあかんやつです。セーブしてから来ないとあかんやつです、あれは。マインドフレイ。脳みそ吸い取りまくりのやつか。暫定券行け。ぐんぐんいる。この辺あんまり即死が入らなくなってきましたね。もう。天狗？天狗みたいな見た目ですけど。強いな。チルドラ。強いな。よっしゃ。すごいっすわ、アビリティポイントが。尋常やない量もらえる。35とか。今まで1ずつ貯めてたのがアホらしいぐらいのインフレ具合ですね。さあ、多分もうセーブポイントあると思うんだけどな。ないなあ。あると思うんですよ。もう近いと思うんですよ。またか。よいしょ。
脳みそ吸い取られまくり、シースー太郎かの状態。あら強い、デピがデピ、消費がちょっと残しとくか。して ダメっすね、倒すか、どうする、回復するか、あと一匹やのに。よいしょ、じゃあ、ふう、もうセーブポイントあると思うんですよ。左側にあったはずやねんな。ここが多分近い近い。ただそこにボスがおったら最悪やねんな。くー、あいつや。ゴーレム呼びます。ゴーキマイラの方には魔法を入れていいと思うんで、ゴーキマイラサイドにはぶち込みます。おいおいおい、よし、まああとは防御しときましょう。任せよ、リーダー、リーダー頑張って。よっしゃ、時空レベル6、もうマスターか、まだですね。文句とりあえずマスターしてしまわないと。サンゴ掃除させとこうか。来た、うわー、ボスっぽいな。こいつ倒したら多分ボス、セーブポイント。きつい、きついね。魔法剣、剣装備、やるしかないな、やるしかない。お待ちを。これでいくか。よし、勝てると思います。この光、お前たちに渡さんぞ。出たよ、ネクロフォビア、バリア、この4つのバリアによって無敵の体を手に入れたのだ。反射するかな、大丈夫かな、
あー反射する、やっちゃった、サイレス、クイックマジック、確かに強いね、確かに強い、めちゃくちゃに強い、くわーやばい、早すぎる、行動がめちゃくちゃ早い、うわー絶望絶望、あー最初のファイがミスった、むちゃくちゃ強えこいつ、はいはいポーズじゃないわ、ということで動画移動します、でこのボスの直前まで進めます、なので次回はそこから行かせていただきたいと思います、では移動お願いします。